富豪でボロボロに負けちゃいましたけど、今日アイドルとして少し頭が良くなった私を見せます。最近はファンの人からも褒められてますから。考えてる分あんまりセットに激突しなくなったねって。トランプの別の遊び方に挑戦します。そこそこのアイドルになった私にふさわしい遊び、それはババ抜きです。ジョーカーを引かないように頑張ろう。でもルールが難しすぎると考えるどころじゃなくなっちゃいますから、仕方ないかなって。今日は特別に応援団として仲間も駆けつけてくれました。やっぴゃーん、昨日の敵は今日のずっとも。弥生ち頑張って。遠慮することはないからね、ズバッと一発かましてやろう。まことさん、あみ、ありがとうございますで、今日相手してくれるのはこの人です。よろしくお願いするわね、弥生ちゃん。どうぞお手柔らかに。それじゃあ早速やりましょう。私とあずささんのババ抜き大会スタートです。プロデューサー、なんとか最後の一枚勝負に持ち込みました。間に挟んで挟んで。さあ、弥生ちゃん、好きな方を引いてね。はい、どうぞ。右かな、それとも。そうですよね、頭が良くなったところプロデューサーに見せなきゃ。よし、こっち。やった、ジョーカーじゃない方、私の勝ちです。イエーイ。あらあら、残念、負けちゃったわね。いいなあ、あそこで一発で持ってくるなんて。やりました、プロデューサー、おかげで私勝てました。でも勝てたのには実は秘密があって。なんでジョーカーを見分けられたかわかりますか？私分かっちゃって。あら、そうだったの？自分でも全然分からなかったわ。アイドルとしての経験がすっごく役に立ちました。それがなかったら見破れなかったかも。この間ライブしてる時に思ったんです。ファンの人の目って興味があるものの方にわーっと集まるなって。ソロとかステージのすごい仕掛けとか、今のあずささんもそれと同じかなって。たくさん遊んでもらっちゃいました。私大満足
弥生ちゃん、また遊びましょうね。私、この間から大進歩です。10回やって